佐渡汽船、佐渡汽船株式会社、佐渡汽船は、新潟県佐渡市に本社を置く、新潟県本土と佐渡島とを結ぶ定期航路を運行する海運会社、ジャスダック上場。1932年、佐渡航路で競合していた商船会社3社を経営安定の見地から、新潟県の資本三角の元統合して成立した。 当初から半官半民で設立された日本最初の第3セクター企業である。現在も新潟県が資本金の39.2%を出資している。他の出資企業には新潟県内の主要企業である新潟交通、第4銀行なども加わっている。現在、佐渡汽船は定期便としては新潟航路、新潟航両津港、直江津航路、直江津小木港、 寺泊高炉、寺泊高赤泊高の3航路を運航し、2隻のカーフェリー、3隻のウォータージェット推進式前、没型水中浴船と1隻の高速船、1隻の総動型高速カーフェリーを就航させている。このうち水中浴船、ボーイング929、ジェットフォイルは1977年、日本で初めて定期航路に就航したもので、あに、ボーイングから、 製造、販売のライセンスを取得した川崎重工業、原川重 j p s にもノウハウを提供している。新潟港両津港、67km、国道355海上区間。1日にカーフェリー5往復、ジェットフォイル7往復。繁盛期は、カーフェリー7往復、ジェットフォイル9往復。直江津港大木港、78km。 国道355会場区間、1日に往復、繁忙期は3往復。当期間は、新潟航路の、おけさ丸、ときわ丸がドックに入居するため。寺泊港赤泊港、46km、1日に往復、所在地はいずれも新潟県。運航の詳細に関する問い合わせ先は、佐渡汽船の公式ウェブサイトを参照。 新潟港ターミナル、新潟市中央区、茂津島9-1両津港ターミナル、佐渡市両津港353番地。直越港ターミナル、上越市港町1-9-1小木港ターミナル、佐渡市小木町1950番地。寺泊港ターミナル、長岡市寺泊へ、片町9786番地37、赤泊港ターミナル。 佐渡市赤泊2208番地。新潟航路、新潟両津が三航路の中で唯一黒字を形状している一方で、直越、直越、小木、寺泊、赤泊寺泊の両航路は慢性的な赤字に苛まれている。県と上越市、佐渡市、佐渡汽船などが国に対し、2011年に創設された。 地域公共交通確保維持改善事業の直江津、航路への適用を申請した結果、2012年度、補助事業分として1811万円の補助を受けることになり、同年度から、新潟市と長岡市が加わって、小木航路の検討委員会を開始し、佐渡航路確保維持改善協議会として発足した。以後、国の補助を受けながら、新潟、直江津、 寺止まりの越田間三航路全体のあり方について検討が行われており自動改札機の導入や旅客名簿の提出省略などといった利便性の向上策や利用者数の動向などを精査した上で運行体制の再構築を図るなど三航路にわたる改善策が取られている新潟市と佐渡市両津地区を結ぶ新潟航路は県庁所在地の新潟市が 発着地になっていることや、新潟港ターミナルが、市街地に近く、新幹線や航空機など、他の交通機関との接続が、比較的容易である子から、長年にわたって、佐渡への観光や佐渡市民の生活航路として機能し続けている。航路は、佐渡ヶ島の南東側を経由しており、高波の影響が少ない。このため、運航率は90%以上で、 谷航路と比較して高く、台風の襲来時や冬場の好天時には、ジェットホイールこそ欠航となるものの、カーフェリーについては、よほどの高波でない限り、運航できるケースが多い。春の大型連休と夏のお盆の時期には増便し、特にお盆には終日運航を行うダイヤも、設定されているが、2004年1月1日に通常、換算機ダイヤの改正が行われた際、 18時代と21時代に両港を出港していたカーフェリーに往復が廃止され、19時代出港の1往復に統合された。この影響で本土側、佐渡側で滞在時間が短縮されるなど不便が生じている。またジェットホイールは就航以来、新潟港を出港して両津港で折り返すダイヤを基本線に運行されており、両津港での夜間停泊は行っていなかった。 故に、両津港からの始発便は遅く、新潟港からの最終便は早く設定されていたため、佐渡島民の利便性低下が指摘されていた。2008年4月1日のダイヤ改正から、両津港での夜間停泊が開始され、これにより運航時間が延長されて、利便性が改善された。2010年8月11日、大佐戸丸が新潟沖を航行中、 エンジンの出力を調整する減速機の部品が損傷して航行不能となり、お盆の規制ラッシュや観光客の足、佐渡島内外の物流に大きな影響を及ぼした。カーフェリーはおけさまる一席のみとなり、急遽1日4往復で終日運行する特別ダイヤが編成された。この間ジェットホイールを増発し、おぎ航ロも週末を中心に1日に往復の 臨時ダイヤを編成したほか、ジェットフォイルに割引運賃を適用するなどの措置が取られた。なお、大佐戸丸は当初、原則機の機器全体の損傷を想定して10月31日までの休校を見込んでいたが、部品の損傷が警備であったことから予定を前倒しし、機器調整や試験運行などを経て10月1日から運行を再開、同日から、 両津航路の運行体制も通常ダイヤに復旧した。国土交通省運輸安全委員会は2011年12月19日、このトラブルに関する調査報告書を公表した。それによると、2000年と2005年の定期検査で、原則機のスクリューの軸受け部分に摩耗が生じて隙間、広がり、部品の交換推奨値を超えたことが判明したものの、当時の整備担当者が、 問題ない状態と判断して、使用を継続。さらにトラブルが発生した2010年の点検でも、簡易な確認にとどまったた、結果として、損傷を引き起こした可能性がある、としている。また報告書では、整備担当者が変わった際に、適切な点検方法が引き継がれなかったことも、故障の要因とも指摘している。佐渡汽船ではこのトラブルを受け、大佐戸丸に変わるカーフェリー、 時は丸を2014年春の就航を目途に、新造する考えを表明し、2012年から建造が進められた。時は丸は、白と紺をベースにしたカラーリングで、全長約125メートル、総トン数約5200トン、最大速力約18.7ノット、旅客定員約1500人、車両搭載数168台、普通車のみ。 2013年2月3日より、鮮明の一般公募を実施し、先行の上、同年4月24日付で鮮明、時は丸が発表された。船体は2013年10月21日の浸水式を経て施行後、2014年3月に納入され、同年4月8日の新潟港発9時25分発の便から定期運航を開始した。一方の大佐戸丸は、 同日の両津港発5時30分の便を持って営業運行を終了した。2018年1月21日、ジェットフォイル、水星の推進装置に不具合が発生した。この故障が発生した際、翼はドックに入居していたためジェットフォイルは銀が一石での運行体となった。この故障を起こした、水星では、左減推進装置の部品の脱落が判明しており、 その部品取り付けや原因究明に時間を要していたが、3月30日に運行を再開した。上越市、直越地区と佐渡市小木地区を結ぶ直越航路は、2010年度決算で約5億1000万円の損失を計上しており、年間輸送人員実績も約17万6000人と減少が年々続いている。直越航路は、 上越地方のみならず、長野県や北陸地方、中京県、近畿地方など、各方面から佐渡ヶ島へ最短距離で移動できる航路である。しかし、観光需要は新潟航路ほど多くなく、上越地方と佐渡市南部とを結ぶ生活航路としての役割が大きい。ゆえに利用者数は新潟航路と比較して少なく、特に近年は、 慢性的な乗客減少傾向と不採算に陥っている。また航路は地形的に佐渡島の影にならず、佐渡海峡を横断する他の航路に比べ日本海からの荒波を受けやすい。そのため台風の襲来時や冬の高天時には波が高くなりがちで安全上の問題から欠航になるケースが多い。これも赤字を増大させた要因の一つである。 なお航路には1989年から、当期間を除いて、ジェットホイルも就航していたが、2003年10月31日をもって運航を終了。またカーフェリーも2008年3月31日まで、小金丸と小佐渡丸の席体制で運航していたが、このうち1983年就航の小佐渡丸は、老朽化等のため退役し、 同年4月1日のダイヤ改正から小金丸一隻のみで運航している。小技港の構造的制約で1万トン級、国際トン以上の船は入港できないため、新潟航路の大型フェリーを転用することはできない。また前述の通り、不採算が続いているため、小技港に入港できる9000トン、国際トンクラス以下のフェリーを新造するメリットも少ない。こうしたことから、 新潟県は2007年、直江津航路の存続について、検討を開始した。議論は、厳便や季節航路化、さらには、佐渡汽船の航路撤退や航路そのものの存廃にまで、及んだ。だが、その一方で、直江津航路は、新潟航路と共に、国道350号の海上区間を担っており、仮に廃止となった場合には、このルートが立たれて、しまうことになる。また2015年春には、 北陸新幹線の長野駅金沢駅間の延伸開業が予定されており、その後開業、直越航路は新幹線利用者の観光を二次交通の一つとして重要であるとの見地から上越市と佐渡市は存続を強く主張してきた。これを受けて佐渡汽船は前述の通り、直越航路を当面フェリー一席体制で維持する方針を2008年1月18日に発表し、 同年4月1日からは、期数日が、直越初1本、小木初2本、玉数日が、直越初2本、小木初1本という変則的な運行体制となった。ただし、第2.4の金、ね、土曜は1日に往復、繁忙期は1日最大3往復、当期は全面運休するが年末年始に、限り1日1往復を運行。 県と両市は直越津航路の二席体制復帰に向け、同年春に、小木直越津航路二席化戦略検討委員会、後に、前述の佐渡航路確保維持改善協議会へ、改装立ち上げ協議を進め、直越津航路を対象とした、社会実験を相次いで実施した。同年8月には、アースセレブレーション、小木港祭り等の開催に合わせ、新潟尾木館、直越津尾木館の二経路で、 ジェットフォイルの時運行を実施した。委員会では直越航路の二席体制について、北陸新幹線開通前までの整備を目指し、検討を進めた結果、カーフェリーに加えて、中古のジェットフォイル一席を導入し、計二席とする当初案では、損失が増大する懸念がある県知から、2013年1月22日の委員会において、新造の高速カーフェリー一席を導入し、 ついたちに往復体制として利便性の改善を図るとの方針で一致、検討の結果インキャット製の総動型高速カーフェリー一隻の導入が決定、同年11月に発注の手続きが行われた。船明は一般公募により赤根に決定し、2015年3月14日の新幹線延伸開業から1ヶ月後の4月21日の 定期運行開始を予定している。佐渡汽船では、赤根就航後の小金丸の処遇について、航路関係者の意見や同航路の特性、利用者のニーズを踏まえて検討した結果、赤根一席のみでも1日に往復での運航が可能で、かつ有客宣伝効果による収支改善が図れるとして、2015年1月に小金丸の売却を発表した。なお、首輝自動車では、 北陸新幹線開業日から上越明港駅と直越港ターミナルを連絡する直通路線バスの運行を開始する。長岡市寺泊地区と佐渡市赤泊地区を結ぶ寺泊航路は2005年夏から小型カーフェリーに代わって高速船による航路に転換しアイビス一席体制で運行している。しかし、例年にない寒波が襲った同年12月の 運行率は約10%と1ヶ月の大半で運行できないという最悪の事態に陥った。これは導入した船が小型で軽量であるにもかかわらず、スタビライザーなど横揺れを防止する装置が設けられていないため、少々の高波でも激しく横揺れを起こして乗り心地が著しく低下するという問題があったことによる。このため、佐渡汽船では、 2006年1月18日から1ヶ月かけて実施したアイビスの定期検査の際に横揺れ防止システム ARG を船内に8台追加設置し2月15日から運航を再開したその後 ARG の設置効果を反映した上で運航体制を再構築したものの冬場など悪天候時の欠航率は改善できず2008年1月期の1便 あたりの平均乗客数も一人にとどるなど収支が悪化し、航路単体で年間約2億円の赤字を計上していた。こうした背景から、佐渡汽船は2009年1月から寺泊航路を当期間12月から2月全面運休することになった。これにより5000万円の赤字額を削減できる見通しである。また、長岡市と佐渡市の観光関係者らで作る。 長岡佐渡広域観光協議会は2009年5月28日にジェットフォイールをチャーターし、同会のメンバーと国、県などの観光、交通政策の担当者ら約50人を乗せ、寺泊港沖と赤泊港沖を経由して、新潟を議官で試験運行を実施した。これは、航路の活性化に加え、アイビスの欠航率の高さの問題などからエットホイイルによる航路への転換や、 新潟、直越両航路との連携などを長期的に検討するため実施したもので、寺泊まりと赤泊まりは港の推進や設備の関係でジェットホイルが接岸できないため沖から港内を視察した。2017年7月13日に船員の確保及び経営状況の厳しさから両白航路撤退を軸とした協議を申し入れる旨の発表があった。 2018年夏期には、新潟県と長岡市の要請、支援を受けて、小木港との各月1日に、限り1往復の試験運行が予定されている。2018年10月31日、北陸新越運輸局へ、両白航路の一般旅客定期航路事業の廃止届を提出。2019年1月1日から4月30日は、全便運休。 5月1日廃止予定。2018年10月2日より、同航路は運休期間に入っており、事実上この航路の歴史に幕が下りている。原油価格高に伴う燃料費の高騰で、2006年から繁忙期以外はカーフェリーの運行所要時間が通常時より10分程度長くなっている。さらに2006年6月からは、 燃料油価格変動調整金、燃油サーチャージを導入し、旅客は一律大人130円、子供70円、自動車850円、二輪車200円の加算となっている。2007年1月からは、旅客は一律大人260円、子供130円、自動車1690円、二輪車400円の加算と値上げした。 またカーフェリーでは、本土川、新潟港、直越港などからの往復運賃よりも、佐渡川、両津港、小木港などからの往復運賃の方が約1000円ほど安い。これは、島発往復切符という。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。